最近ですね、本当に嬉しいことに、レッスンでも、トール君がね、冗談半分に、いや、本当ボールの位置ちょっと動かしただけで、うん、本当にナイス出ちゃうんだからって、うん、お客様からそうやって言っていただくことが多くて。何言われたの？言われた。ふざけてるわけじゃないんだっつって、そう、動画で言ってること。そう。だけど、うん、俺がすごいんじゃなくて、うん、例えば、その課題をお伝えさせてもらって、うん、でそれをやってきて、うん、一皮も二皮も向けてもう一度レッスンに来てくださる方って結構いらっしゃって、うんうんうん、明らかにレベルアップしてますよねっていう、それって何がすごいのかなって考えたら、うん、平井博明のワンナップゴルフ、やっぱりやり続けることなんだよね。はあ、不安にもなるでしょう、うんうん、結果としてね、なかなか出なかったりしたら不安になったり、うん、疑いが生まれたりさ、うん、まあとにかく信用問題になることだってあると思うのよ、うん、このままやってていいのかとか、うん、でもその中でその2回目のレッスン3回目のレッスンに来てくださって、うん、上達してる方ってもう何人もいるの、うん、だけどその方が俺すごいなと思うのは継続力、うん、もう間違いなく継続力だよね。だってなんでそう思うかって、課題をやってくださいって言ってすぐできるんだじゃん。あ、そこじゃない、バレちゃうわけね。バレちゃう、やってなかったらね。そうできないんだ。俺も記憶力だけはいいバカだから、前回その方に何を言ったかっていうのはやっぱ覚えてるわけよ。でそれを準備運動して体が温まったなと思った瞬間に、じゃあやってみてくださいって言うわけよ、うんうんうん、そこでわかるよね。もうその方がこの何ヶ月間何をやってたか、うん、すぐわかる。そう、めっちゃ継続したでしょうって言いたくなるもん。そういう人はもう本当に上手くなってるんだ。やっぱ全然違う。上手くなる人のじゃあ共通点ね、それが。あ、共通点。あ、本当に思う。めっちゃくちゃ頑張ってるし、まあ球数はねわからないけど見てないから、うんうんうん、ただそれを本当にやろうとしてちゃんとやってくれてた結果だなって思う動きをしてる。うんうん、それは俺も素人じゃないから分かる。そうだね、うん、でも不安になるよね。なる。だってさ、ベタ足で打ってる人いないんだから。そう、いないし、その場に俺いないし、結局1回のレッスンしか来てない方に俺が課題を伝えて、それをさ、俺がいない時に一人でずっとやるんだよ。それは不安だよね。私なんかあれだよね、多分そのどんな練習っていうか課題をね、うん、言ってるかは人によって違うんだろうけど、うんうん、でも普通に見たら、え、何の練習やってるのっていうような感じなことなのね、多分。そう、これもふざけたことじゃなくて、結局直し方も違うだろうし、うん、俺だけね、うん、だから課題も違うんだよね、うん、だから一般からしたら何のためにやってんのって言われちゃうかもしれない。そうだよね、うん、そう、今多分トール君が言ってくれたことなんだけど、うん、だからそういうのもあって、例えばそうやって見られてるだけだったらいいけど、うん、そうやって口入れられちゃったら、うん、え、ダメなのってなっちゃうじゃん。なっちゃう、なっちゃう。だからちゃんとその場ではこういうためにやりますよとは言わせていただくけども、うん、それでもやっぱ不安になるよね。やっぱ一人で行かないとダメだね。じゃあできればね、ドリルとか、うん、改造中とか、うん、矯正中っていうのは、うん、なるべく一人で行った方がいい。そうだよ、友達と行っちゃうとね。そう、言われちゃうでしょ。言われちゃう。なんか誰もいない打席とか、うん、もう本当に人の少ない時間帯とかがもしあれば理想だよね、うんうん、そうだよね、うん、まあね、土日しか行けない方なんかはどうしてもね混んでたりするけども、うん、必殺イヤホンっていうのがあるから。そうか。そうだね。そう、そういうのもいいし、うん、あとなんかセルフチェックとしてボールの位置だったり、うん、そういうものも分かってるといいよね、自分で、うん、あ、ちょっと左置きすぎなのかな、右置きすぎなのかなっていうのも、なんかボールとの距離とか、うん、そういうものも自分で判断できるものがもちろんあればいいんだけど、でもスイングの動き改造ってなってくると、うん、自分一人じゃね、うん、できてるかどうかも分からない。だからこうちゃんとしたドリルをお伝えさせてもらうんだけど、2週間3週間後にしっかりやってきた方っていうのはもうはっきり分からない、うん、やっぱその動きになってるもん。あ、そう、うん、ちゃんと治ってる。そういう人が来た時に次のことに進める、うん、もちろんもちろん。そう、うん、
だからどんどん上行くよね。もちろんそうじゃない方もいる。うん、いるし、別にそれがどうのこうのじゃないんだけど、うん、ただ軌道がずれてたり、うん、クラブプレーがさ、クラブパスがさ、こうアウトから来る人、インから来る人って言って、例えばじゃあ俺がインから来る人、うん、でじゃあアウトから下ろしてくださいって言った時に、この素振りができるかどうかよね。まあそうだそうだね。うん。これができなかったり、逆にアウトから来る人が、これができなかったり、やっぱりすることもある。それって、そのやっぱ意識の問題。で、大体そういう方みんな言うのは、やってます。やってるつもりですっていうのね。ただ、それが現実どうなってるかどうかだから、そう、マインドは関係ないんだよね。だから形として上げたとこよりも、こっちからかこっちからかに入れられれば結果は変わるってことじゃない、それがどんなスピードでもできるかどうか、っていうのがポイントで、何もじゃあスイングじゃなくてね、そう、まず自分の振りたいスピードでそれが完璧にできるかじゃないじゃない、まずそのダメなところが治るかどうかの話をしてるから、だからナイスショットなんか関係ないわけ、はい、空振りでもいいの、むしろ素振りでいいから、だからボールをナイスが出るわけないんだから、逆の動きしてるんだから、そうだね、だからまずそこを頭を切り替えないといけないよね、だから速くなっちゃう人がスローで振れるのか、もうスピード上がんない人が倍速で振れるのか、そういう逆のことを自らやって結果が出せるかどうかっていうのをまずやらないとダメよね。本当に考えてるだけだったらいくらでもできるけども、それを行動に移すってなったら相当な意識が必要だから。そっか、消屈しちゃうんだったらしないようにするのができるのかとかね。そう、そう、背屈しちゃうんだったら消屈ができるのかとか、こういうことを、そうだよね、そう、ちゃんとやらないとダメ。ゆっくりね。ゆっくり。だからこの場で立ち止まって。アウト、インがまずできるかどうかっていうのも大事だし、そもそもアウトとインが分かってない方もいるかもしれないし、だから変な話、自分の上げたとこよりも内側なのか外側なのかでもいい、最初は、そういうはっきり分かるものとして何をやってあげるかっていうのは大事で、だから自分の動きは自分で分かんなきゃいけないってことだよね、どうなってるのか。それはもちろんカメラ撮ったっていいし、自分の感覚が分かる人だったら感覚でもいいんで、それはもう絶対やってあげた方がいいですね。あ、それはごめん、なんかそもそもの質問になっちゃうんだけど、ワンナップゴルフに来てこうしてねって言われた動きに対して、自分でやろうとするとなんか間違えた方に直しちゃいそうじゃん、でもそれはいいのか、それで自分がそうしたいんだったら、自分がそうしたいんだったらやってみればいい、やってみればいいし、でも例えばそれが自分が直したいと思ってることと、やりたいっていうのが逆だったら、俺は指摘するけど、そう直した方がいいですよねっていうやつだったら、ああその方がいいですよって俺何も言わないでずっとやっててもらうけど、でもどう考えてもっていうネタあるじゃない？ああ良くないってやつ。良くない。そういうものが、あのちょっとやめてもらうとか、なるほど。新たな動きをこうやってもらうとか、いやほら。全員がさ、来れるわけじゃないから、この動画見て、レッスンには行けないけど、自分はこういうの、自分はね、平井君に言われてんじゃなくて、自分もこれ直したいんだってなった時に、それをなんかほら、直しちゃいけないことだったりもするかもしれないじゃん、もしかしたらと思ったんだけど、なるほど、なるほど。だからまあ、明らかに悪いことを直そうとするんだったら、スローからゆっくりやってみるってことね。そう。の方がいい。自分の動きが分かるぐらいスローでいい。例えば、ダウンスイングから悩んでる人だったら、そのダウンスイングから始めるのよ。そうだよね、トップからやればいいよね。こっからね、自分の好きなトップ、ね、そう、一回ここで、ここがアドレスよね、でこっからこうやって打ってあげる練習、打っちゃったね、あなんかもいいし、そう、例えば、ね、バックスイングの上がるところを気にしてるんだったら、こうやって見ながら上げたっていいし、こうやって初めはね、そう、
で手首の動きだったらずっと手首の動き見てりゃいいのこうやって、はい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 、そうこうやって、あそうでも手首の動き気にしてるって言って、うん、どうだったどうだったいや見てないじゃんね、わかんないよねあんな早かったら、わかんないわかんないよね、わかんない、そうで感覚をつかんでないじゃんまだ、あそうだ、ね、終わってやってないから、うん、だから正解か不正解かわかんないでしょ、ああそうだね、そう飛び級しすぎ、はいはい、うん、ほんとちょっとの動きでいい、うん、例えばヘッドがシャットに入っちゃうのが嫌で、うん、こうオープンにしたいんだったら、うん、オープンにする動きをまず覚えなきゃダメじゃん、そうだよね、こういう動きを、手の感じこういう感じなんだって思わないとそう動かせないってことだよね、そこ言うことじゃないよねそもそものことだから、でもそういう風に動かそうとするとこういう感覚になるのねっていうのがないですね、そう、それダメじゃん。それがないと。ないとね。うん、だから、開くんだったら、うん、あ、この感覚で開くんだって。でそうだよね。そう。で、その感覚を、あ、これね、これねって言ったら。そうそうで、見ないでできるんだってね。わかるか。その段階じゃない。そうだね。それはそうだ。それ全てに置いてるよね。うん。だから、こうなるんだっていうの分かんないまんまやったら、何にも変わってないってことだよね。そう。変わんない。だって、分かんないって言われちゃったから。例えば、アウトから来させたい、インから来させたい、うん、例えばインサイドから来させたいんだったら、うん、こっからこうやってインにして、うん、こっからボールに向かって振った時にどういう動きになるかじゃん、うん、こうやって、うん、そうこうやって、うん、そうアウトだったらこっからさボールに、はいはい、こことボールを結んだ延長線上がフォローじゃない、そうだね、そうだからこっからこうやって振るわけじゃん、はいこうやって、うん、だその動きがそもそもできるかどうか、そうだね、そう、それできなきゃ振れないよね、そう、うん、だそういう直し方をセルフで例えば一人でやるときなんかは意識をしなきゃダメ、うんうん、そうだから全てここは通過しなきゃいけないってことじゃん、そうだね、いずれにせよね、そうこれは絶対条件でしょ、そうだね、そうだね、なんかここに向かってどう振るのかじゃん、ああそうだね、それはそうだ、そう、うん、だからトップの位置からここに向かって振った時に、うん、こう通ったらフォローはもうここしかいけないでしょ、うんうんうん、そうだからこれプレーになる、オンプレーになるじゃん、うんうん、だからそういうことが全てつながんなきゃダメ、はい、あそういうそのスイングの直し方っていうのをちょっと心がけてやってみてください、そういうふうに私はレッスンしてます、はい、絶対に上手くなる動画パート5、本当にパート5なんか知らないけど。そうだね。うん、一番最初はですね、僕がすごいんじゃないっていう動画だったんです。そう。継続は力なりって。いう動画。いう動画です、はい。無理やりそうしてみました、はい。一つのことを半年ぐらい続けるといいことあると思いますので、ぜひそれを、なんかこう確実だなっていうものがあれば、なるべく長い時間続けていただいて、結果が完璧に出るまでやめないことをぜひお勧めします。はい。今回はこういう動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。